こんばんは、おしみです。今日もご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、いつもありがとうございます。私は運送の仕事柄、腰痛持ちでしたが、セルフケアを毎日行うようになってから、ほぼ改善しておりました。しかし、最近2、3年ぶりにひどい腰痛になってしまいました。左肩が特に痛みました。整骨院に行くと、いつも配達の時に何回も車から降りる際に、右方向だけ体を、よじるので、ヘルニア気味になっていると言われました。右ハンドルなのでいつも右によじっているのが原因の一つだと。このことに関して身体操作やセルフケアについてアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いしますということでした。で、まずはヘルニアですね。ヘルニアになる時なんですけども、屈筋理論ですね。僕らの体が屈筋で下から支えてて立ってる状態ですると、体を支えることによって、そのヘルニアっていうのが引っ張ることですね、前で収縮してしまって、それを背中の筋肉で立ってしまうと後ろで引っ張ってしまう。前はさっき言ったみたいに収縮してしまっているので、こっちから引っ張り、こっちから引っ張ると、上から下に引っ張る力がかかることによって、関節と関節の間が狭まってしまって飛び出てヘルニアっていうことになってしまいます。なので、ヘルニア、気味になっている方なんかは特にそうなんですけど、リンパケアでもって空を整えて筋肉を緩めるケアで屈筋で立つっていうことをしてあげることによって良くなりますので、それはしてもらったらいいと思います。で、実際にセルフケアを毎日行うようになって良くなってるということでしたので、それは引き続きしてもらったらいいと思います。で、その体をよじってしまうときですね。で、その動きでよってなってしまって、要は空の考え方でもそうなんですけど、体をねじってしまう。例えばこういうふうにグイッとねじってしまうと、腰のところがこうやってよじれることによって引っ張られますよね。引っ張られることによって、心筋側、背中側ですね、は引っ張られることによってひどい痛みになってしまうっていうことになってしまいます。なので、それの、考え方というか、それを、なるべくよじらないとかねじらないようにしてもらったらいいと思いますね。空の考え方になるんですけど、ラグビーボール理論とかそういうことになってくるんですけども、体が座ってるものが空だと思ってもらって、で、右ハンドルとか逆ですね。でもまあいいや。で、この状態で、運転とかした時にこう、わかりますか、こうねじってしまうことによって体がよじれてしまって痛みが出るっていうことが起こるんですけど、ちょっと難しいかもしれないんですけど、できるだけ肩と股関節が一緒に、わかります、一緒に動くようにして、こういう状態だとしたら、こういう状態を作らずに、これとこれが一緒に動くようにですね。だから足とかでもって、これが腰が入ってきて出るような形とかね、肩からは出ちゃうんじゃなくって、足とか腰からこういって肩とかが一緒に抜けるように、車とか出てもらう。で、あと起き上がるとか立ち上がれもそうです。実は体をこう上をよじってしまってからこうすると、この時点でもうねじれてしまってるので、じゃなくって、こことここのところが一緒に動くようにしてあげて立つっていうことをしてもらうといいのかなと思います。体の動かし方ですね。どうしてもお仕事柄運転が多い方で車の出入りが多いっていうことになると、どうしても急ぐとよりこういう体を、腰を残して上だけ行ってねじれることが多くなってしまうんですけど、その時に一回ずつ全部腰とここですね、肩とか一緒に動くように、空全体で動くように出てもらうっていうのがいいと思います。で、ケア自体は引き続き、セルフケアをずっと続けてるっていうことなんです、ね、なのでそれはもうずっと続けてもらうといいと思います。空をしっかり広げて整えてる状態で、その空をねじらずにいくと腰がねじれないので痛みとかが出にくくなると思いますので、ぜひ継続してセルフケアをしてみてください。はい、このように佐藤式リンパケアの理論やセルフケアをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。